2009年2月5日撮影のドバイ沿岸の衛星画像。一番左下がパームアイランドの一つ、パームジェベルありその右横が公安工業地帯ジェベルありさらに右上が最初にできたパームアイランドであるパームジュメイラ。その右上に世界地図を模した人工島ザワールドが浮かぶ。パームデイラはこの画像右上端にある。 ドバイ中心市街地の沖合に建設されるドバイ沿岸の埋め立て予定図。一番左下からパームジェベル、アリ、パームジュメーラ、ザワールド、パームデイラが並ぶパームアイランドはアラブ首長国連邦のドバイ沖合に作られた人工島群。すべてヤシの木を模しており、この名を冠している。世界で最も大きな人工島であり、この島によってドバイの海岸線は 約5 2 0トル長くなった。海底トンネルやジュメイラモノレール事業など、日本企業の進出も多数報道されている。観光資源を目的として作られた人工島。最終的には100以上の高級ホテルと1400個以上の別荘、商業エリアからなる一大リゾート地になる予定である。パームアイランドはこれらリゾート地を総称した呼び名で大きく分けて、 パームジェマイラ、パームジェブルアリ、パームデイラの3つの島からなる。パームジュメイラ、パームジェベルアリの模型建設中のデイラ、アイランド。ありがとうございます。